台湾人だよって言えるようになったのが大人になってから。独身の時よ、あ、一生殺そろって言われた。で、私よ、こんな運命かなと思って。ちょっとちょっと、まあ、今日はお姫様だよ、今日は。俺取っといてよ、ちゃんと。はい、こっちですね。はい、そう、今ぐらい。ばあちゃん行くでしょ、台湾。いや、もう行かんといかんよ。大丈夫。